ミヤネ屋で秋篠宮家の料理人の方が出てこられたんですね。秋篠宮様58歳誕生日、佳子様と別居、公表遅れ反省と。ミヤネ屋自身は結構擁護してたなと。どこに擁護できるポイントがあるのか私は疑問だったけども、どう考えても予算が30億とか言ってましたよね。なんですけど今は5、60億とかなってて、なんで倍になって出るんでしょうか。どこが擁護できるんでしょうか。さすがにタイミングとかの話じゃなくて、費用面で反省の弁をですね述べていただきたいなと。そんな簡単に使っていい税金ではないと思うんですけどね。佳子様が仮住まいの分室に残って生活していることの公表が遅れた。しかもデートさんが暴露されてましたけども、設計が11回、およそ4億9900万円がかけられている真実が判明し、宮内庁の宮内資料でその工事自体も4回の変更が入ってますから、その辺をご回答いただきたかったなと。隠し通すのは無理だと思うんですけどね。その上で私自身が発表引き延ばしてしまい、タイミングが遅くなったなどと反省の弁を口にされました。そして、今回はかつて永宮家に料理を振る舞っていたという、ね、シェフの方が出られたんですね。同じく記事が上がってまして、ところどころにおかしさを感じるわけですよ。今日の夕食は何？佳子さんと佳子さんもペロリと食べた永宮家元料理番の特製カレーレシピ。この店怖いんですよ。永井孝子さんは秋篠宮擁護派で有名ですから、擁護の記事を書かれると思うんですけども、いい話風に書いてるんですけど、私は怖いなと思うね。 M さんと、今日の夕ご飯何？ひょいと厨房を覗き込んで、来たのは孫でしたと。ハンバーグですよと。この方は大ドイツ日本大使館の公邸料理人とかやられていて、かなりバキバキな人なのかなと思います。ブラックな企業の出身者ってもうバキバキに仕上がってますよね。激務に耐え切っていますから、まあ、かなり出来あるのかなと思うわけです。まあ、過酷度で言ったらもうトップクラスに入ると思うんですね。まあ、この人自身は相当仕上がってるんじゃないのかなと思います。新しい料理番となった宮田さんに、紀子様こんな条件を伝えました。週に1回子供たちにカレーを出してください。いろいろ注文があるんですよ。永宮家の食卓では毎週火曜日がカレーの日に決まりました。紀子様からは2つの要望が伝えられましたと。市販のカレールーを使うなと。野菜を多く使うこと。市販のカレールー使ったらダメなんですね。あらら、いろいろ難しそうですね。天皇家や宮家の食卓に並ぶ食事といえば、特別な献立を想像するかもしれない。しかし、市販の手軽なカレールーが使われることも珍しくなかったようだ。宮田さんはこう振り返る。秘殿下はお子様方に野菜をたくさん食べてほしいというお気持ちがあったんでしょう。ゴール牧場から、紀子様が、ね、ライトバンで持って帰ってきますから、すごい量持って帰れるから、いいカレーは作れるでしょう。宮田さんは毎週、種類や味に変化をつけたカレーを永宮家の食卓に出し続けました。これすごい手かかってるんですよ。まだ幼い眞子さんと佳子様の食が進むように、野菜を小さめに切った。リンゴやバナナ、乳製品で甘み、トマロやかさを加えた欧風カレーがですね、中心ですけども、チキンカレーやビーフカレー、秋にはキノコたっぷりのカレーも作った。当然ながら種類を変えないといけない。で、眞子さんも佳子さんもペロリと食べたと。何も残ってない白いお皿が厨房に戻ってくると、嬉しくて胸を撫で下ろしました。悩ましい言葉が書いてあるわけですよ。胸を撫で下ろしたのはね、まあ、やっぱり残ってたら、後々紀子様に、ちょっと来なさいと。呼び出しを食らう可能性も全然ありますからね。日常の食事で結構ですよと、永宮様。しかし紀子がそんなことを許すわけがないわけですよね。永宮ご夫妻もごく普通の食事を望みました。フランスで料理を学んだ経験のある宮田さんは、ある時フランス料理風にアレンジを加えて食事を出したことがあった。永宮一言、日常の食事が結構ですよと宮田さんに伝えたと。さらに宮田さんにとって印象的だったのは、永宮家のエコロジーへの意識の高さだったと。紀子様は食材を無駄にすることを嫌いましたと。例えば、プロの料理人は、食材の形を均一にしますが、その際に切りくずが発生する。別に均一じゃなくてもいいと思うんですけども、一流ホテルみたいな、秋篠宮家の食卓って。ご夫妻はそのまま破棄することを好まなかったの。めんどくさいですね。料理人がジャガイモや人参の皮を剥いてると、紀子様が聞いてきた。これでわかることが、料理人が皮を剥いてる瞬間を紀子は監視してるということです。よく言われるじゃないですか、紀子様は、至るところをチェックしている、監視している。紀子様の、気配を察知すると職員さんは震え上がってしまう。
どんな危機が飛んでくるのかと話がありましたよね。多分それは本当なんだろうなと思います。だってジャガイモの皮を剥いてる瞬間なんて普通監視しないでしょ。立ってるんじゃないですか、厨房に、鬼料理人として。で、紀子様聞いてきました。野菜くずどうされるんですか。怖いですね。宮田さんは宮邸の裏に堆肥を肥料にするコンポストがあることを知りましたと。20年以上前から宮家では食材の皮までも有効に活用しようという意識があったと。節約会ピリをするんだったらなんで5、60億円の手宅を作ってしまったのか。これ4、5人分のレシピです。特別豪華ではないですが、えらい豪華ですけどね。だってカレールー使ってないんですよ。スパイスをそのままいかないといけないんですよ。毎週作らないといけないですし、毎日料理が変わるわけですから、激務じゃないのかなと思いますけど、スパイスを見てみると、カレー粉とかパプリカパウダーとかターメリックパウダー、もう全部一から作ってるわけですよ。相当手が込んでますよね。カレーソース、まあなかなかすごいですね。隠し味としてバナナ半分、リンゴ半分、蜂蜜プレーン、ヨーグルト、チーズ、醤油、めっちゃ入れてるやん。で、ケチャップ、ウスターソースと。1日かけて作ったカレーソースを冷蔵庫で寝かせる。だから火曜日に出すんやったら月曜日にこの作業をしとかないといけない。でも月曜日もいろいろ作らないといけないです。1日かけて、まあ、結構大変だなと思いますね。冷蔵庫で保管する間も放っておくわけはなく、腐らないように上下をかき混ぜる。これだけを見るともう本当に一流ホテルというか、ものすごく手が込んでるんだなと。これ毎日ですよ。そらブラックバイトって言われますよね。そしてレッテナント、料理番の話があるんですけども、エーミヤ家の料理番が職場ブラックと告発と、気候日の厳しさに職員が、秋篠宮家は職員の間でごなんばと呼ばれてるらしいですけども、まあ、中でも料理番は過酷な環境にあるという。天皇家は皇太子一家のための宮内庁大膳課ではなくて、宮家の議官として雇われているんだが、宮家の元料理番はその内情をこう証言している。宮家使いが一言で申し上げるのならブラックバイトのようなもんですよ。詳しくは週刊文春を読んでいただきたいが、このタイミングでこういうバッシング記事が出た背景には、あまりに順調すぎる宮家に対する皇室関係者のやっかみがあるんではないかとも言われている。しかし一方でと、これまでにも宮家中でも宮家を切り盛りする紀子様が職員に大層厳しく人使いが荒いとの声をありました。例えば春夏新潮の宮家紀子妃の鬱憤とため息では、内情州関係者の皆さん幾度音にあの家にだけは配属されたくない、勘弁してほしいと動画を上げるらしいですよ。いやって言ったじゃないですかって、そこまで嫌なんですね。紀子妃の行き過ぎた職員への干渉や姿勢に対してこんなエピソードを紹介して、いると。紀子妃殿下は家屋の修繕などの陳情をなさったり、宮邸の職員果ては、皇宮警察の担当官についてもお仕事ぶりがよろしくないので、どなたかに変えていただけませんかと担当職におっしゃるところがあると。もっと、まあ、料理番に特化した話で言いますと、こちらですね、宮内庁大膳の初代の厨房の天皇の料理番が好評であったと。将来の天皇を要する宮家の、ならないと思いますが、料理番の実態はまるで違います。かつて、宮家の料理番として勤めた、元職員はこう話しました。私はどうは進化として、カーさえもいただけなかったと思います。貴重の笑みを浮かびながら話すんだ。おそらく私などは落第だと思います。ただ、嫌遣いを一言で申し上げるなら、ブラックバイトですね。口べったいことを申し上げるようですけど、一流の料理人が勤める場所じゃない。厨房にも一人きりのことが多い。牛丼屋かと。で、まさにワンオペ状態です。正直言って、この文章は表の歩みを変えたに過ぎない。この25年の間、奥では実に多くの職員が宮家を去ったんですよ。奥っていうのは裏方ですよ。厨房とか蕎麦について。まあ、あまりにもやめちゃうと、奥の話は出てこないんですよ。まあ、だから、秋篠宮家ってすごいことをしたわけですよ。表と奥の概念もなくしちゃって、ごっちゃにしちゃったわけですよね。じゃあその結果、直近の3年間で10人辞めてますから、50人とかしかいないですよ。10人辞めるって異常じゃないですか、普通に考えて。宮家は職員の間で5難場と称される過酷な、職場である。まあ、多分、奥が辞めすぎて、表で奥を廃止したかもしれませんね。もしくは、表に奥をやらせてるとか、かなり荒いらしいですからね。紀子様の指示が間違ってるんじゃないのかなと思いますけど。で、お蕎麦使い料理人や次女に、直接お違いの声が飛ぶのは、ね、日常茶飯事ですと。紀子様が無言のまま人差し指一本で指示されることもありますよ。なので皆さん精神的に病んでしまわれるというわけで、まあ、どんどん辞めてしまうと。で、魔の金曜日が訪れるんですね。カレーの話より魔の火曜日だと思うんですけども、魔の
金曜日もあるんですね。多分ですけど、魔の月曜日、火曜日、水曜日、オール魔のだと思いますけど、で、秋篠宮家の料理人は宮内庁大膳課の職員ではなくてです、宮家の機関として雇われている職員です。宮家の料理人から内々に相談を受けたことありますけども、と、ちょっと大膳とはね、待遇が違いすぎるんですよ。大膳は東宮とか天皇皇后両陛下のお食事とか料理担当なんですね。で、あまりに人手が足りない。てんてこまいで一週間が過ぎて、魔の金曜日が訪れる。なんで四五人の飯作るのに、こんな料理人の体制になるか意味がわからないですよね。はい。一般家庭でも、まあ全然四五人ぐらいじゃないですか。なんでその料理を作るだけでそんなてんてこまりになるんだろうかと。普通ならば、お母さんが作ってくれるわけですよ。秋篠宮家は料理人がいるわけですよね。それなんでてんてこまりになるんですか。土日に召し上がる食事の準備をして、次女らに調理方法など段取りの申し送りをするんです。当日の食事の用意も同時並行。金曜日の厨房は戦場でした。毎日だと思いますから、まあそれはやめますよね。仕込みの作業をしていると、隣の事務室から紀子様が、今後は気をつけてくださいなどと、捨て金になる声が聞こえてくる。次は自分の番かなと思うと恐ろしかったと。厨房まで紀子様がいらっしゃることもあるからです。監視に来るんですね。もう変な話、監視カメラつけててもおかしくなさそうだなと思いますけどね。やるやつそこまでやりますからね。紀子様にちょっとと声をかけられると、心臓がギューッと締め付けられるようでした。私の目を見て、味付けは私の至らない点を注意されました。タイ料理や韓国料理がお好みで、やっぱそうなんですね。パクチーやレモングラス、バイマックルーなどを業者に頼んだり、なんすかそれ。コリアンタウンまで出向いて材料を購入して、は身を見まで作りました。厨房を離れて一息入れる場所は椅子しかない。まあ、刑務所ですよね。料理番が定着しないから、本庁の大膳から一人回してくれへんかと、まあ、そういう要望があったんですけど、大膳が断ったりしてるんですね。いやいや、無理ですと。嫌なんですね。地獄の職場なんです。だから、宮家のお月の職員が自丸したりするんですよ。まあ、金おかしいです。なんですけど、ミヤネ屋がいろいろ言ってるわけですよ。料理人の方が出てきてね、シェフはフランスでの修行などを経て、ドイツの日本大使館の皇帝料理人となって、その後宮内庁の料理人に抜擢。日々の食事について、エイミアからは一般家庭の食事を出してほしいという注文があった。でも中身はこれですよ。もう一流ホテルの料理毎日ですよね。まあ、それは力つくと思いますけどね。めちゃくちゃ。まあ、バッキバッキに仕上がるでしょうね。献立は2週間ほど前に献立を作成し、紀子様の了解を得て決定する。眞子さん、佳子様が幼少の頃はキッチンに晩ご飯を聞きに来ていたという紀子様からのリクエストで毎週火曜日にカレーライスを作っていた。シェフの店では実際に宮家で出されていたカレーライスを食べることができる。忖度というか、そんなものを感じますけどね。宮家様の会見について、橋本五郎さんは、宮家邸の修理のことをなぜ弁解しなければいけないのか、宮内庁や国がやることと思ったと話した。いや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 。ね、秋篠宮は非常にですね、改修工事に関わっていますし、秋篠宮邸ですからね、秋篠宮のおっさん誰ですか。宮内庁も国も説明する必要があると思いますけども、一番説明しないといけないのは秋篠宮でしょ。これは全員弁解しないといけないレベルですけどね。以上ですね。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、地下室バイバイ。